まず当団体は船場の米農家、その農家を応援しサポートするサポーター会員および準会員によって構成されております。今年度は様々なイベントや新たな取り組みを行い、農家、生花院、準花院の連携を深め、密度の濃いコミュニティの形成、および船場の田んぼで採れた美味しいお米を推進しました。内容について、船場の田んぼ緑肥の会会長、大野様よりご説明させていただきます。船場の田んぼ緑肥の会の副会長で、米農家ファンの大野です。よろしくお願いします。それでは、報告をさせていただきます。はい、はい、お願いします。計画時の目標は小さくても密度の濃いコミュニティの形成です。また達成度の指標として具体的な数値も設定しました。実施内容です。左に実施時期、真ん中に、実施内容、右に参加人数などを記載しました。5月6日にはストロベリーキャンドルの花咲く田んぼで楽しもうイベントを開催しました。参加者は30人、12家族、皆楽しんでくれました。私たちの子供の頃は日常の遊びですが、今日では非日常となっております。大人は懐かしく、子供たちにとっては新鮮な遊び場となりました。ストロベリーキャンドルの花はイチゴのように赤く、ろうそくのような花です。大人の女性の何人かは昔を懐かしんで花缶を、作ってくれました。親父の私がこれでも様にはなりませんが、小さい子供が喜んでかぶってくれた様子は、とても様になっていると思います。大人が作った花缶をとても気に入ってかぶってくれました。田んぼのあぜに咲くさまざまな草花を加えて、豪華な花缶になりました。トラクターも展示してロープを張り、綱渡りで遊んだり、アルペンホルンを奏でてくれる人が、参加したり、あとコーヒーを入れて味わったりしました。当然お腹が空くので、カレーを食べ、みんなで、食べました。最後まで残ってくれた人たちの集合写真です。楽しいと忘れちゃうので、よく集合写真を忘れてしまいます。6月17日にはチェーン除草体験イベントを開催しました。写真はチェーン除草用の器具です。器具の重量は 14.5 キロ。田んぼの中でこの器具を引きずるとさらに重く感じます。チェーンに引っかかった雑草は水に浮き、二度と地に根を張ることができなくなります。水に流されていきます。稲はすでに根を張り、この器具には負けずに立ち続けます。すると稲が雑草より早く大きくなり、雑草が育つことができません。足場の不安定な水田の中で行うチェーン除草は重要です。8月の26日には収穫まで1ヶ月稲穂を見ながら夕涼み、船場蜂蜜搾りイベントを行いました。大船場の田んぼは地下水を汲み上げてお米を作っています。地下水は冷たく、気持ちのいい温度です。養蜂を行っている米農家さんもいます。取れたての蜂蜜は最高の味でした。10月の7日には新米を味わう会イベントを開催しました。軽トラックにプロジェクターを設置し、バンドも川越から呼びました。夕方6時スタート、9時に終了しました。参加者は50名の大盛況イベントとなりました。炊飯器で炊いて、炊飯器で炊いても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 お米がどんどん消えていき、参加者の中にどんどん消えていきました。新米はやっぱり美味しいです。最終的に炊いたお米は5升で、普通盛りのお米、普通盛りのお茶碗で100杯分です。子供たちよく食べてくれました。
12月の10日には餅つきイベントを開催しました。かまどに火を焚いて、もち米を蒸し、臼と杵を使って餅つきを行いました。昔は当たり前ですが、今では珍しい光景です。出来たての餅は美味しいに決まっています。会場全体の写真です。焚き火があるので焼き芋も行いました。新米の直販も、2ヶ月ぐらいかな、お店よりも先に、販売も直販も行いました。家庭用精米機を準備して玄米から白米となる様子も、実演しました。そうしましたら玄米に興味を持っている方が意外に多いということが分かって、農家さんの直売所で玄米を売ることが、開始されました。最後まで残ってくれた方の、集合写真です。また、開放を発行しました。イベント開催の通知、開催したイベントの結果報告など写真を多用して作成しました。農作業の用語やカレンダーを作成して、開放に掲載しました。農業について少しでも多くを学んでいただこうと努めました。またこれら印刷費用かからないように、LINE を使って、配信しました。実施内容です。イベント開催、開放発行とかホームページや LINE 開設を行いました。目標の達成について、目標の達成、イベントを5回開催しました。農家が伝えたいこと、消費者が知りたいことや体験したいことを提供できました。イベントの開催情報や報告に合わせて開放を7回発行しました。イベント情報と合わせて農作業に関する知識なども掲載しました。より深く知っていただく助けとしました。以上の活動の結果、目標である小さくても密度の濃いコミュニティの形成が達成できたと思います。現在 LINE 友達として55名とつながっております。イベント開催時には参加者と農家との間で需要と供給のお話をしたり、米作りの作業の大変さや農業の知識が知れたり、いろいろな会話を通し玄米食をチャレンジする参加者が現れたりしました。新たな気づきについてです。農作業の大変さを初めて知った。お米の種類がいろいろあることを知った。消費者に玄米のニーズがあることを知った。これは農家さんのですね、など参加者と農家からの、新鮮な意見を得ることができました。今年はストロベリーキャン、先ほどのレンゲの花ですね、ヘアリーベッジとか種類があるんですが、を植える農家さんが昨年の倍になるというお話を聞いております。緑肥の会の方針です。昨年は全ての参加者をイベント体験を、通していただく、体験をしていただく巡回員としました。いきなりその正会員にするというのもなんか敷居が高かったみたいでしたので、まずは巡回員から体験してもらおうということです。本年は春のイベントから、正会員の募集を開始しようという予定です。会員という堅苦しい、枠組みを打破して農家と消費者の新しい関係構築の提案を引き続き、行っていくつもりですけれども、正会員のことをサポーターというふうに呼ぶことにしました。また巡回員をファンというふうに、呼ぶということにしました。それで堅苦しさをなくそうと、昨年の経験を生かしたイベント開催を今年も、実施していきたいと考えています。以上です。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは審査委員の皆様、感想・好評等ございましたらお願いいたします。米原委員どうもありがとうございました。ご苦労様です。日本は、食物のほとんどが輸入に頼っているわけですよね。そして気候の変化などで輸入ができなくなった時に唯一できるのが、自給自足できるのがお米なんですね。ところがお米を作る、農家で、若者がもうやる方が少なくなって、今現代はお年寄りの方たちが本当にお米を作っているというのが現状なんですね。それで、ここのところをこの皆様が、会の方たちが
親子の、ね、子どもたちに、参加者に緑肥を使った土作り、それから原化学肥料を使用して、楽しみながら米作りを理解されたということはとても良かったと思っております。またストロベリーキャンドルですかね、楽しいだろうなと、私も行きたいなと思いました。今度寄せていただきます。なんかそれから自分たちできたお米でご飯を炊いたりお餅つきをしたり、それからいろいろとはちみつ搾り、これもすごいですね、こういうこともできたっていうことは本当に素晴らしいことだと思います。これから の子どもたちの将来にいろいろとたの、助かる経験になったと思います。今後とも、引き続き、続けていただければありがたいと思います。どうもありがとうございました。他に、ございます。千原委員。1年間お疲れ様でした。最初この計画を聞いたときに、なんかのもしかして自己満足かなとかちょっと心配していたんですけれども、本当に農家の方とそれから我々住民のコミュニケーションがなんか深まっているということで、とても何よりだなというふうに思いました。広く川越の皆様に知られるような活動になっていただきたいなというふうに思います。で、会員の皆さんが増えたら、どんなような目標になっていくのかな、農家の皆さんのメリットになるような形になったらいいなというふうに、ファンやサポーターの方が増えることを願っています。私も農家の出身ですので、本当に農家の応援団として、ね、これからも何卒よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。今のところの話ですけども、例えば一旦からお米が上がった時に、それをじゃあ1年間で消費してくれる方、何人必要かというとかなりの量になるんですね。そうするとまだ50人は全然足りないという話になるんですね。そうすると、どこかの給食とか、そういう感じになると思います。だから、川越の緑肥米みたいな形の、ブランドになって、どこかの大口が一つは多分必要になるでしょう。それが起きれば、多分そこの大千葉の田んぼは、全部、ストロベリーキャンドルで埋めることができるような可能性があるかと思います。であと、またもう一つ、先ほどから来から防災っていうのもありましたけど、私も、今年の秋に、自宅精米機デビューを果たしまして、今現在我が家には30キロの玄米が備蓄されています。だから玄米だと長期保存が効きますので、ある意味あとは石油ストーブなんか火つけるものがあればですね、30キロのお米で1週間しのげるかなと。いうふうに1週間は確実にしのげるなというようなこともですね、なんかすぐ近くのお米を使っている、そこに行けばお米が食べられる、ガソリンも使わなくても自転車でお米取りに行けるという話、そういったところもですね、いろいろな可能性があるかなと。農家を使って、なんていうんですかね、人が人に教えるのではなく自然が人に教えてくれるという、そういう教材にもぜひ使っていただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。それでは、千葉の田んぼ緑肥の会様と農政課の皆様、ありがとうございました。